レナート・ヨハンソン・レナート・ヨハンソンは欧州サッカー連盟の5代目会長である。1990年から2007年まで会長職を務めた。彼の主な業績は UEFA チャンピオンズリーグを創設したことと UEFA 欧州選手権1992を母国スウェーデンに誘致したことである。ストックホルムに生まれ育ち、地元のクラブアイク。 ソルナの会長を2005年まで務めた。2005年4月に UEFA 会長に再選されると2007年にも5000を目指し会長選に立候補したが元フランス代表選手のミシェル・プラティニに僅差で敗れ会長職から退いた。ヨハンソンは国際サッカー連盟の副会長でもあり、1998年にはジョアン・はアベランジェの後継を目指して 会長選に立候補したが、ゼップブラッターに敗れた。2019年6月4日、死去。89歳坊ツサッカープラティニシ UEFA 新会長に、当選アップフ通信2007年1月27日付け、ハット UEFA 元会長ヨハンソン氏が89歳で、死去。CL 創設やユーロ発展に尽力。フットボールチャンネル2019年6月5日。 ありがとうございます。